それでは早速、今日はショートケーキを作っていきたいと思います。まずはじめにスポンジケーキを作っていきます。今回は卵を温めて作る方法と冷たい卵で作る方法をお見せします。冷たい卵だと泡立てに少し時間がかかりますが、きめ細かい泡のスポンジを作ることができます。温めて作る方法は表面張力を弱めることで泡立ちやすくなります。ハンドミキサー、ゴムベラ、15センチの型をご用意ください。材料は卵3個、砂糖 90g、 薄力粉 90g、 バター 20g、 牛乳 20g です。まず卵を温めて作る方法をお見せします。卵をほぐし砂糖を入れて混ぜます。湯煎に当てて卵を35度に温めます。卵を温めることで表面張力を弱め泡立てやすくします。湯煎から外し布巾を下に引き滑りにくいようにします。高速で卵を立てていきます。約8分かかります。このように8を描いて線が残るくらいまで経ったら低速にしてキメを整えていきます。低速で約2分攪拌しキメを整えてください。バターに蓋をして電子レンジで30秒温めます。ゴムベラに持ち替えて薄力粉を入れます。ふるいながら入れてください。のの字を書くように下と側面にヘラを当てながら混ぜていきます。ゴムベラについた生地もきれいに取ってください。バターに生地の一部を入れて混ぜます。そちらを生地に戻していきます。バターが下に沈みやすいのでこうすることで混ざりやすくなります。生地を型に流します。最後の生地をヘラでなじませます。トントンとして大きな気泡を潰します。175度で約30分焼きます。オーブンによって焼き時間が変わるかと思いますのでご注意ください。真ん中を手で軽く押して弾力があったら焼けています。不安な場合は竹串やナイフを刺して生地がつかなければ大丈夫です。クーラーを用意します。型を焼き上がりに上からトンと落として粗熱を取ります。こうすることで焼き縮みしにくくなります。逆さにして型から外しクーラーの上で冷まします。
ふわふわなスポンジが焼き上がりました。こちらを1時間以上冷ましてください。次に冷たい卵で作る方法をお見せします。冷たい卵に砂糖を入れ、ハンドミキサーで最初は砂糖が混ざるまで低速で、その後高速で10分、低速で2分攪拌します。攪拌時間が少し長くなりますが、きめの細かいスポンジになります。その後の工程は先ほどと同じになります。